はい、それではやっていきましょうか。で、横浜2戦目だね。じゃあ今日も頑張っていきましょう。京セラドーム大阪です。プロ野球ファンの皆さんこんばんは。阪神タイガース対横浜ベイスターズ。今日は誰かな、番長出てくんのかな。現在首位のタイガースベイスターズとの3連戦、番長は投げないでほしい。宮本和友さんの解説、このお二方にお越しいただいています。どうぞよろしく。寺原か。はい、よろしくお願いします。さあ、そしてリポートしてくれるのがこの2人です。前回は金村さんがなんとか踏ん張ってくれたんだけど、かなり危なかったよね。タイガースの先発ピッチャー杉山、今シーズンの登板数が、で杉山はどうなんでしょうかね。どう抑えてくるんでしょうか。最近あんまりパッとしないんだけど。1回の表ベイスターズの攻撃、ベイスターズの先頭バッター西、西プロ入り後の通算打率、その数字なんです。なんだかんだで打たれて負けてるじゃないな、勝ってないよね。これでワンアウト、西キャッチャーフライに終わりました。そして次の2番石井拓郎。さあ4球目、序盤をなんとか抜けてくれれば。お、いいね。今日は珍しく調子がいいのかな。次のバッターに変わります。近所、まあ最初にヒットを出ると ね、あんまり打ってないね。さあ第4球、危ない。で今回は前回平野がねトンネルしたんでちょっと危ないんで、危ないというかなんというかお休みをね与えるために藤本に頑張ってもらいましょう。様子を見ていくか。最近鳥谷が打ちそうな感じなんだけど、おこれ珍しいな、ヒット。何試合ぶり。赤星が久しぶりに打ったね。あ、じゃあこれもうバントしとこうか。あ、でも打った方がいいかな。いや、バントしとこうか。阪神対横浜、今日もその3連戦2日目の模様。毎回さバントします、打たしてバントした方が良かったって話してるよね。で、これでスクイズ、もう手堅くいくよ。はい、オッケー。ここはもう手堅くいきましょう。今までね散々夢見て失敗したんで、ちゃんとバントしていきましょう。さて桜井はどうでしょうか。あー詰まったな、振り遅れだね。まあでもこの1点で勝てるほど甘くはないんで、だからな、赤星が出てくれればめちゃくちゃ簡単なんだよね。うん、ちょっと待てよ、なんかもしかしたら映像が乱れて取れてないかもしれない。今なんかおかしかったな。まあまあいいか。で佐伯が打って、吉村がライトフライと、まあ、頑張ってほしいね。おおいいね、今フォーク落ちた、ストレートじゃないの今。で金本さんがどうでしょうね。前回は打ってないんだっけ。これフォアボールか。打てる。今のは打とうよ。で、この前ホームランを打ってくれた新井さんはどうでしょうか。お、まさか。ホームラン、ホームランです。
新井が乗ってきた。あれかな、6番ぐらいの方がいいのかな。なんか6番ぐらいにした方が打ってるよね。もうお見事ですよね。さあリプレイでただいまのホームランを振り返りましょう。このまま試合の主導権を握っていくんでしょうか。下位打線に回ります。いやいいね、少し調子が出てきたかな。で鳥谷がね、当たりは結構いい感じになってきてるんだよね。決まった三振。まあ見逃しはしょうがないか。はい、この場面で三振を奪いました。そして次の8番矢野、今日最初のバッター。いやホームランはありがたい。真っ直ぐ追って左への打球です。取って一塁送球。まあしょうがないね。スリーアウトチェンジです。いいねいいね。3回の表ベイスターズの攻撃で逆に打たれないように頑張ってもらいたいんだけど、まあこれは強い当たりだ。スラウのバッティングはそういうわけにもいかないよな。ランナーが出ます。ノーアウトのランナー。そしてピッチャー、これはピッチャーなんでダブルプレー。さあ3投目ダブルプレー。低いボール三遊間です。いやだから打たれたらダメなんだってピッチャーに。止まりました。ファーストランナーは二塁ストップです。テラハンヒットでつなぎました。せっかく点入れたのにな。次はどうするでしょう。勝ちました。あっと最悪のコースに。おしおし、まあ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 、これでまあ1点入ってもまあしょうがないかな。まあ1点ぐらいはまあしょうがないでしょう。見逃しの三振に終わっています。2球目はどう。真ん中打ちました。お、これは打ち取ったね。取ってこれで3アウト。3回の表が終了。今日は3回の裏無難にいってるよね。はい、次の4球目。この前までは結構打たれたもんね。打たれたっていうかタイムリー打たれてるからな。ヒットは打たれるんだけどタイムリーが打たれないように頑張ってくれるのかっていう。一塁はアウトです。杉山ファーストゴロに終わりました。この回赤星が2割1分になってる。愛知県出身、ボールカウント2エンド2変わりません。真っ直ぐの球当てさせませんでした。そしてダメか。まあ1本打ってね1点入ったから、まあ、仕事はしたね。上がったか。今のシュート引っ掛けましたよ。取ってスリーアウトチェンジ。あとは選球眼が良ければな。言うことないんだけど4回の表。言うことはあるんだけど、まあ今までよりは全然いいよね。高めのボールは上げてしまった。打球上がった。ファウルボール。マジで打たないからな。高め、これはセカンドか。取りました。ワンアウトになって。昨日よりはタイミング合ってないよね。昨日金村さんタイミング合いまくりだったよね。右に持っていった。宇宙間に上がった。これでアウトが2つ。村田ドンピシャで打たれまくってて、次が5球目。まあでもそれで抑えてたもんね。今のは手を出してしまいました。無理すんなよ。打たれんなよ。まあまあまあいい、いいけどここで打たれたらダメだよ。2回の1打席目ライトフライに終わっています。さあバッター有利か。できました。おっしゃ、詰まってんね。取りました。スリーアウトチェンジ。さあタイガース次の打順はクリーンナップから始まります。4回の裏タイガースの攻撃。この回はクリーンナップ。そうやね、リアルの方は阪神 10連勝ぐらいしてんだっけ。ストレート、この打球はセンターに上がりました。まあこれ結構前の天才的なプレーを見せました。溜め取りしてるんでね。最高でしたね。はい、他の選手気にちは違うと思いますが、もう一度見てみましょうか。次のバッターが入ります。あ、でも梅野がね骨折れて今季絶望みたいな話してましたよね。あれはちょっと痛いよね。カーブですけどね、引っ掛けたんでしょうね。桜井サードフライに終わりました。なんだかんだでね、梅野と高本を使い分けて流れ掴んでたもんね。いい感じできてたんで、それがまあ坂本メインでずっと行くってなると結構大変かもね。セカンドが抑えます。意外とそのまま行くのかな、どうなんだろう。序盤は坂本がね、5回の表
勝率良かったよね。まあピッチャーが良かったっていうだけかもしれない。ここから優勝に向けて踏ん張ってほしいよね。タイミング全部ずれてんな。いい感じだね。今日は杉山いいよな。とか言ってると打たれるんで。スライダーですか。2球目変化球を打っていった。打球はファーストの前、取ってファーストへ。寺原当たりいいよね。バッティングいいのかな。さてもう全部ホームランでいいよ。遠慮しなくていいよ。低めを打って打球はショート後方へ。今のはね完全にボールに力負けしてますのでね。でも2点はちょっと心もたないんだよな。あと2点欲しいな。変化球打った左方向へ。取りました。一塁送球。鳥谷ヒットにならんよな。惜しいよな。2エンドは変わりません。寺原、寺原頑張ってんね。9を切りました。ゲームは5回まで終了しています。タイガース3回目の三者凡退に倒れています。5回2点なら上出来だよね。依然カウントは2エンド1。おっしゃいいよ。まだいいね。まだいけるね。次のバッターが入ります。石井拓郎依然2ストライクノーボール。7回まで頑張ってくださいと。取れんか。ダブルプレー、ダブルプレー。いやーいい当たりすぎる。これはここはちょっと1点取られるかもしれない。1点で終わればいいけど。1点取られるね。これ1点じゃ終わらんな。そして5番バッターに変わります。佐伯。さあバッターボックスです。まあ、こういう、いや終わってくれ。どんどん点を入れたいです。おっしゃ、おあ惜しいな。そして6番吉村。で吉村はあんまり調子が良くないんで、抑えれると。おっしゃ、1点ならまあいいでしょう。3アウトチェンジになります。しかし同点。6回の表までゲームが終了しています。ベイスターズ1点を返しています。2対1、1点差に迫りました。ベイスターズ2番手ピッチャー投入です。キズ1点リードされた場面での登板。6回の裏タイガースの攻撃。この回はピッチャーもう1回ぐらいいけるかな。杉山6回の裏ノーアウトです。さあ4球目、あっと打ちました。ショート後方へ。難しいところだな。まあダメならさっとジェフ出していくか。次のバッターはどうでしょうか。高橋6回裏ワンアウト。次の4球目。2対1は渋すぎんだろう。三遊間へ堀田一塁に送ります。一塁アウト。高橋ショート。さあ何を見せるか。おファーボール。おいいね。でフォードがタイムリーじゃないな。ヒットをつないでくれてダメか。今日フォード打ってないんだっけ。さっき惜しかったんだよね。ビグビー気につけてよ。危ねえな。ビグビー前回調子良かったもんね。ちょっと高くなってんのかな。まあまだいけるかな。小池前回打ったっけ。タイムリーじゃないか。ヒット打ったか。おっしゃ、これはでかい。横山。これで今年の登板数が33となっています。大子打線に対してどんなピッチングを見せるんでしょうか。7
背番号重すぎだろ。99番って重いな。この打球はレフトです。これはレフトが前に出ます。桜井レフトフライに倒れました。そして今日は桜井ダメか。前回は1本ぐらい打ったよね。で金本もピンと来ないと。お尻振ってる人はちょっと危ないんでフォアボールと。ストライクが入りません。フォアボールのランナーを出しました。そして打順が変わります。鳥谷1割になってる。どうにかならんかねこの人マジで。一塁に送ります。一塁アウトで3アウトチェンジです。タイガースここで2番手ピッチャーを送ります。じゃあ若竹さんやっておきましょうか。ベイスターズ打線に対してあと1回ぐらい投げれば成長イベントがクリアされるような、それぐらいだったような気がするんだよね。この球は外れてファーム、ノーアウトです。なんだかんだでダブルプレーで終わると。いやこれはちょっとまずいな。ファーストランナーは二塁ストップ。いや宮本さん、さあ緩い球投げすぎ。あいいよいいよいいよ。ダブルプレーコース、二塁へ。これはいい。コースアウト。そして一塁転送、一塁もアウト。463のダブルプレー。ここも併殺でキッチン。で村田はまあ無理しなくていいよ。ホームランバッターに回りました。村田このバッターボックス。おーし危ねえ。スリーアウトチェンジ。このピンチ三振に切って取りました。最後はフォーク。今のフォークか。だって明日も今日と同じカードが行われます。今ちょっと危なかったが若竹さんナイスと。その場面での登板となります。タイガース打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。8回の裏タイガースダメ押し打てないもんな。落ちなそのきっかけを作っていけるんでしょうか。さあ次の4球では打って、これはレフト上がった。ちょっととりあえずこのバージョンはもう二度と遊びたくないよね。打たなすぎじゃねえかこれマジマジ勘弁してほしいんだよな。ピッチャーはめちゃくちゃいいんでね、まあ、それが好みの人はやってもいいかもね。誰がいいかな。桂木さんやっとくか。あーでもな違うな。いや桂木さんでいいか。さあホームランの欲しい場面タイガース、ここはこの人に任せます。代打です。なんかちょうどよく打つ感じのバージョンがあればいいんだけどね。打たなすぎるんだよな。まあ引っ掛けたと思いますけどね。そして2アウト。さあいよいよストッパーの登場です。打順がトップに戻ってきます。赤星最近藤川投げてるっけ。投げてないよな。久保田も投げてないか。これとってこれはセカンドになります。一塁へ。一塁これはアウトです。これで3アウトチェンジ。さて試合は1点。タイガース3番手のピッチャーを送ります。久保田現在の精度の数は12となっています。さあ最終回注目のピッチング。久保田がね、コンディションがいいっぽいんで投げさせてみたらどうなんだ。打たれるんか。綺麗に収まんないな。ダメか。まあ、ここは抑えてほしいな。まあ、いざとなったらジェフ出しましょう。おいける。一人一冊でもいいよね。大西ライオン。ここは変えますね。代打ですよ。これは大丈夫でしょう。オッケーオッケー。だから佐伯が意外と打つんだよな。困るよな。吉村の代わりに佐伯が結構打つんだよね。前進前進します。オーバーオンドヒット。落ちました。2本目のヒット。マルチを記録しました。このピンチの、まあこれで大丈夫でしょう。抑えろ。おっしゃ。最後のプレーになるでしょうか。これはショートが久保田があんまり綺麗に抑えてくんないよね。2対1 3連戦この2試合でも、まあ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 しょうがないか。先発に回す。一回やってみる。面白いかもね。もともと先発やってたもんね。最後までリードを守り切りました。
放送時間の方が。はい、1対2と激渋で、横浜がヒット9本、阪神が2本で阪神の勝ちと。やばくない？ヒット2本を点にしているっていうね、無駄がない。お、若竹行った？いいね。いや微妙だな、あんま大して上がんなかったね。なんかいい感じでいろいろとね成長して増えてくれれば一番いいんだけど、大したことなかったな。はい、というわけで今回はこの辺で終了となります。お疲れ様でした。